FC ユトレヒトは、オランダユトレヒト州、ユトレヒトを本拠地とする、サッカークラブである。ドス、ユスブ・エディンクバイク、フェロックスの3クラブが合併して1970年7月1日に、創設された。ドスは1957から58シーズンに、リーグ優勝の経験がある。合併以降のリーグ戦での最高順位は1980から81シーズンの3位。 タイトルは、カップ戦、優勝3回とスーパーカップ優勝を1回。1970年7月1日、ドス、イリンキューシュ、ビロックスの3クラブが合併して、FC ユトレヒトの名の下、設立された。ドスは1957から58シーズンに、リーグ優勝の経験があるが、合併前には、破産寸前まで経営が悪化していた。 ユトレヒトは1985年と2003年そして2004年に KNVB カップで優勝している。設立後、最初のシーズンはコアドリアンセを除きこの3つのクラブの選手らでメンバーは組まれ、ファーストシーズンは9位に終わった。創設以降10年間でハンス・ファン・ブロイケレンやレオ・ファン・フェーン、ビレム・ファン・ハネヘムラを擁したユトレヒトは着実に成長し、 蓄えた資金をもとに、新スタジアムの建設計画も進んでいた。しかし、1981年、オランダ税務署の調査により多くの不正行為が明らかになり、今までの不正により浮いた資金を一括で支払うことを裁判所から言い渡された。一時は破産直前にまで陥ったものの、クラブが提出した選手とサポーターの、計6万6000人もの署名が構うし、 裁判所は分割で支払うことを許可した。この騒動以降、クラブは成績面で成長を遂げ、リーグ戦では1980から81シーズンは5位、翌シーズンは3位そして1982年の KNVB カップでは AG アルクマールに敗れたものの準優勝を果たした。一方で、クラブの財政は厳しく、毎シーズンのようにチームのスター選手が売却された。 1991年にリーグ戦を4位でフィニッシュし UEFA カップに参加したことで財政が好転。しかし、翌シーズンからは成績が伴わず、クラブは再び財政難になってしまった。この財政難を救うべく、1996年、新たにユトレヒトのメインスポンサーに参入したホルティスグループはクラブの運営権と引き換えに積極的な資金提供を行い、 財政難は解決した。この資金をもとに、ロブ・ウィツヘア、ヨンファン・ルーンを獲得し、戦力の増強を行った。1998年、スタジアムの全面回収が開始された。資金投入の結果、クラブの財政は安定したが、相変わらず成績は不安定だった。1993年にリーグ戦8位を記録以降、2001年まで10位を、 上回ることはなかった。2001年、クラブの監督に、フランスアデラールが就任した。これにより、UEFA カップ出場圏内の5位に返り咲いた。翌年には、KNVB カップで準優勝に終わったが、決勝まで勝ち進み、2003年と2004年には、KNVB カップで2連覇を果たした。この期間、ユトレヒトに在籍していた選手には後に、 世界的な選手となるディルク・カイトがいた。2003年、想定より、スタジアム回収の費用がかさみ、クラブは再び財政難に陥ったが、スタジアムを、ゆとヒ人自治体に売却したことで難を逃れた。2008年4月、オランダ最大の物資輸送会社マムートの取締役、フランスファン・シューメレンが、クラブの株63%を1600万ユーロで購入した。 ファンシューメレンは、クラブを常に、リーグ戦上位チームに押し上げると約束し、目標として SC、平連平ンを挙げた。また、同年、クラブの会長にヤケースファンエクが会長に就任した。2012から13シーズンはここ10年間で、最高順位となるリーグ戦5位を記録した。2014年、2年間空白だったクラブの、テクニカルディレクターに、コー・アドリアンセが就任した。 アドリアンセの尽力もあり、2015から16シーズンの監督にエリック・テンハフが採用された。キャプテンにはジャンポールでヨングが任命され、成績も安定。リーグ戦では2012から13シーズンに記録した5位、KNVB カップでも決勝にまでたどり着いたほか、下部組織の成長も著しく、U-23 チームは U-23 リーグで優勝を飾った。 ナシスタディオンハルヘンバール途中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、EU 圏外選手を示す。4番は、ダビド・ディトマソ・エー決番。2005年11月29日、心臓発作により死去。現在、ファン選出のシーズン最優秀選手に贈られる。 トロフィー名は彼の名前にあやかって、ダビド・ニトマソ・トロフィーと名付けられている。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。クラブ創設から10年間はスポンサーを取っていない。ありがとうございます。